わさっぷ、はい、アメイさん、エスさんです。よろしくお願いします。今日なんですけども、今までね、こう、前髪を立ち上げている髪型ばかりね、紹介してきたんですけど、今日はね、まあ、たまに僕もやってますし、その、インスタとかにも載ってんのを見たことある方いるかと思うんですけど、前髪を下ろすヘアセットの仕方を、レクチャー動画という形でお伝えできればなと。まあ、やり方のポイントだったりとか、使ってるものとかを中心に紹介していきますんで、このチャンネルではね、まあ、エンタメ動画中心なんですけども、髪型についての、その、色とかね、髪についての動画も結構出してるんで、よかったらチャンネル登録していただいて、再生リストなどをチェックしていただければなと思います。じゃあ早速ね、毎回なんですけども、まずは髪を濡らしていきます。髪を濡らしてきました。このスタイルもね、前髪立ち上げるときと同じなんですけど、やっぱブローが大事なんで、風量が強いドライヤーを使ってね、ブローをしていきます。で、今回新しくドライヤーゲットしまして、ドクタービュー。風ナイスドライヤーっていうのがあるんですけども、コンパクトでめちゃくちゃスタイリッシュな割に風量も強くて速乾性もあるんでかなりおすすめです。あんまりね、風量が弱いドライヤーとかを使っちゃうとスタイリングうまく決まらないので、ドライヤーはしっかりね選んだ方がいいかと思います。このドライヤーめちゃめちゃ便利なんですけど、これでながらでできるんですよ。はい、サイドからこう中心に向かってドライヤーをかけて、左右に振りながら中心に持っていくような感じでかけると綺麗な形になると思うんで、そのポイントを押さえながらブローをしてみてください。スタイリングをカチッとさせるために冷風も当てていきます。はい。でね、次はね、全体にブラシアイロンをかけていきます。これも同じドクタービューのもので、これ USB でも給電できますし、まあどこでもね、手軽に使えるんで、まあコンセントないとことかでもね、まあほんと外ロケとかでも使えるんで、これは使い方もめちゃくちゃ簡単で、もうさっと溶かすだけで髪をね、ストレートに整えてくれるんで、もうささっとやりたい時にはめちゃくちゃおすすめですね。まあじゃあ温まったんで。これは本当にね、軽く簡単に溶かすぐらいです。もうそれで、もうこれだけでね、変わってくるんで。横は遠くにね、こう、ボリュームを落としたいとこなんで、念入りに。はい。部分的には、こういうね、通常のアイロン。使っていきます。これはさっきのやつとね2個で1セットになってるん で充電コードもこれ抜いてこっちでつけれるんで、もう同じく USB なんでね、出先でも使えるんで、だから本当こういうね、さっきのドライヤーもコンパクトですし、こういう小型で持ち運びができるように考えられてるものっていうのは、まあ僕もね海外のね遠征とかよく行ったりしてたんで、コロナ前にね、だからそういうのはすごく海外にも持ってきやすいですしね、まあ本当に便利ですよね。でこれでね、まあ、ポイントで、まあ、重点的にやりたいところを、まあ、前髪がメインなんですけど、僕ぐらいの長さでもね、結構、やっぱアイロン使うだけでも、まあ、直毛の人はいいと思うんですけど、まあ、そうじゃない人は結構ね、それだけでも、だいぶ見た目変わると思うんで。はい、で、いよいよね、ここからワックスをつけていきます。で、ワックスはね、もう毎回登場しているおなじみのものになっちゃってますけど。ギャツビーのムービングラバーエクストリームマットです。まあワックスはいつも言ってますけど、そんな一気につけすぎないで、まあこれをね手になじませていって、この根元中心につけていきます。でちょっとまあ真ん中に寄せるような感じでね、いつもだいたいスタイリングしてるんですけど、こう横は抑える、でここはちょっと高さを出すみたいな感じで、ひし形のシルエットを意識するといい形として収まると思うんで、まあこんな感じですかね。ちょっとだいぶ壁と色が同化して分かりづらいですけどね。これでまあ最後スプレーしていきたいと思います。
まあおなじみですけど、はい、って感じでね、多分僕の動画では初の前髪下ろしスタイルとか、そもそも動画で前髪下ろしてることが初めてかもしれないですね、もしかしたら。今日使ったね、製品だったりとか、まあ、ドライヤーとかアイロンもそうですけど、ワックスもそうだし、概要欄の方に貼っときますんで、ぜひね、興味ある方はチェックしてみてください。でね、他の髪型、長い時の髪型とか、前髪上げてるバージョンとか、他にもたくさんヘアレクチャー動画上げてますんで、ぜひチェックしてみてください。今日はありがとうございました。